夏休みの好奇心はアメリカ・ミシガン州の静かな町を訪れた。ここに自動車の発展に貢献した世界の巨人たちを称える場所がある。米国自動車産業殿堂。飾られた肖像はいずれ劣らぬ顔ぶれである。アメリカの自動車王ヘンリー・フォード、ガソリン自動車の父カール・ベンツ、名車ポルシェを生み出したフェルディナンド・ポルシェ、そして東洋人でただ一人殿堂入りした男がいる、本田宗一郎。第1コーナーはセナガ・パトレーゼが、セナガ行った。ここ数年広く親しまれる F1、 これにいち早く目を輝かせたのも本田宗一郎だった。彼は死の直前までレース場に足を運んだ。何か夢をいつも追ってます。何かやろう、何かやろうと。夢はなくなったらね、おそらく生きる屍だな。彼がこの世を去って1年、今若い世代を中心に注目を集める本田宗一郎。サッカー阿部ジョージもまた宗一郎の得体の知れぬ魅力に取りつかれる一人だった。取材を重ねるうちにその凄さといくつかの疑問に出会う。日本的な職人風技術屋の最後の方なんじゃないでしょうかね、まあ、最高学府の日本の最高のエリートでしょうね。それらが中核となって入って、ホンダの天才的発想に学問的裏付けという形でね、それで一人前の自動車メーカーに座った。 F1 ドライバー鈴木亜久里、彼もまた家族ぐるみの付き合いがあった一人である。あの人が今日毛が抜け出してものすごい気にしてたんですよ。鏡を持って、お、少し入ってきたって、毛生え薬をつけたってことですか。芸妓さんの前はピュー出して、いやー社長って言うとね、よーっつって、もう神様ですね。一遍達成した夢はまた逃げていくから、また追っかける。いつでも夢を追っかける男だね、これ。調べれば調べるほど、いろんな疑問が湧いてきます。いろんな疑問です。どうして浜松のちっぽけなオートバイ屋さんがこの世界のホンダになったんでしょう。本田宗一郎という人物を象徴する3つの鍵。1台の工作機械、度肝を抜く1つの宣言、さらに早すぎる引退。これらを通し天衣無縫の巨人に迫る。夏休み人物伝第1弾、本田宗一郎挑戦と成功。こんばんは、相川欽也です。笠井慎介です。今夜は好奇心、夏休み人物伝ということで、その1回目、世界のホンダを作り上げた本田宗一郎さん、お送りしようと思うんですがね、本田宗一郎さんは、亡くなられてちょうど1年が過ぎたということですが、まあ、とにかく、生きていらっしゃる時から、そして今またですね、本田宗一郎さんという人は今夜何かでも大変なこの人気者でいらっしゃると。でさて、一体それは何だろうというと、まあ、とにかく笠井君、若手にすごい人気があるという、どういうところにあると思いますか、ね、一つ僕らの世代でイメージしますのは、本田宗一郎さんイコール F1 となっておりまして、そしてその宗一郎さんの名前自体がもうブランド化されていて、なんとなく分かった気になっている、ああいう人ねと。しかし実際にどういう人なのかもっと知ってみたいなというところで、最近も大変若い人に本が売れているんでしょうね。ありますね。私やっぱり思うに、この日本ドリームっていうのか、ジャパニーズドリームっていうのはなかなかありませんね。アメリカにはアメリカンドリームっていうのがあって、たくさんこのつまりアメリカで素晴らしい人物が生まれてますが、日本ではなかなかそういう方が少ない。でまして戦前からの流れの中では、やっぱり日本という国がこの軍需産業とつながっていく中で大きくなられた、夢を作った人もいるけれども、戦後の歴史の中で、この平和の中で大きなこのジャパンドリームをこの腹開いた方は少ない、そんな第一人者じゃなかろうかと思いますね。今日はこの本田宗一郎さん、なぜこの謎に迫りたいと思います。じゃあごゆっくりご覧ください。スピードレースの最高峰 F1 を制した本田エンジン。 F1 は宗一郎の夢の象徴でもあった。ホンダエンジンに乗る F1 ドライバー、アイルトン・セナは宗一郎の死を知ってこう語る。その年、ホンダエンジンは振るわなかった。しかし、宗一郎の死を知ったホンダチームは猛将をつけ戦い、弔い合戦のごとく優勝する。今年も来年もナンバーのエンジン作るよ。
日本人初の F1 ドライバー中島悟も総一郎を愛していた一人である。僕とのその時間においてものすごく優しくて、話が上手で聞き上手っていうのかな、優しいおじいさんという感じだったですけどね。総一郎がその礎を築いた会社は今や37カ国に9万5000人の従業員を抱える巨大企業に成長した。さて皆さん、この工場本当に広いんです。どれだけ広いのかと言いますと、東京の世田谷区ですよ皆さん、ほぼ同じくらいと言うんです。全米で3位の自動車メーカーとなった今も、至る所に総一郎の思想が息づいているという。社長室はどちらでしょうか。そちらの方で。社長室は別に、いつもあちらにいらっしゃるんで。あ、社長、はい、なんかこちらをご覧になったのがもしかして社長。あら、あんなとこにいらっしゃって。あ、失礼いたします。おはようございます。フジテレビの増田と申します。あ、そうですか、どうも。屋敷社長でいらっしゃいますか。はい、屋敷でございます。そうですか。あの、社長室にいらっしゃるのかなと。社長室は特にないんです、この会社は。そうですか、はい、そうしますと、みんなと一緒に。あ、社長がいつもいらっしゃるのは、はい、こちらの机という、はいはい。作りたい車を作ること以外は無頓着だった総一郎に、社長のための特別な部屋という発想などなかった。副社長ですよ皆さん。あ、今日はね、ここがちょっとね、空いてたもんですから、あ、じゃあ今日はこうラッキーと、案外とね、近いところでラッキー。でもかなり入り口はなりますよね。100m ぐらいあります。100m ぐらい。急いでる時はね、もう遅く来た時は大変ですね。しかし本当にその駐車場一つとってもすごく平等という、はいはいはい、ことも重んじられてるんですね。誰もですね、特別な指定された、例えばエグゼクティブの駐車場なんてないんですね。また社員の呼び名は名字ではなくファーストネーム。最初はね、このマサオって言われるのはなんとなくこうね、お袋にしか呼ばれたことない名前ですからね。そういう意味じゃちょっと気が引けたんですけどね。今はもう逆に名字呼ばれるよりこれを呼んでもらった方が気持ちいいですね。そして全然この肩書きが書いてないんですね。書いてありませんよ。ですから、はい、副社長がポンと そのあたりにいらっしゃって、ね、もう副社長とは僕らないですよね。そうですね、新しく入った方なんかね、僕なんか知らない人もいますね。日本で初めてアメリカ進出を果たした自動車メーカーの工場に日の丸はない。総一郎は引退後世界の拠点を回り、自らの思いが確実に受け継がれていることに満足したという。静岡県天竜、波乱と夢に満ちた男の人生はここから始まる。明治39年、村外れの鍛冶屋に長男が誕生した。無口な父としっかり者の母、共通点は手先が器用なこと。総一郎と名付けられた長男もまた子供の頃から手先が器用だった。私はいろいろなものが憧れましてね、電柱登ってプライヤーとかペンチを持って電柱登る電気工具がいればあれになりたい。でも何でもね、機械物だったら何でもいっぺんになりたくてね、すぐ憧れちゃってね。16歳の時、総一郎は自動車修理工募集の広告に飛びつき東京へ出る。子供の頃、村で初めて自動車を見て以来漠然と抱いてきた夢、それがはっきりと見えてきた総一郎は、昭和3年、ふるさと浜松にアート商会の支店を構える。かねてから総一郎を小説にしたいと語っていた作家は、今や巨大企業となった自動車メーカーの原点を訪ねた。その当時の昭和3年のアート商会の本田さんにしごかれた方たちに集まっていただいて、お話を伺おうと思います。例えば故障した場合に、はい、なかなか修理ができないわけですよ、はい、例えば一つ部品取るにしても、で一つ部品をその請求するにも、いちいちその外国から取り寄せなり東京の代理店が取らんなら、はいはい、そういうものを本田さん自体は全部ね、工場で作ったんですよ。好奇心だろうな。それと根から好きだったんですね。根から好きだったと思って。こうやって取材してて分かることはね、本田総一郎さんって何かがあってちょっとこう見ると、うん、もう途端に
もうこの中頭の中にインプットされちゃうみたいですな、うん、そうですあの方は。そうかもしれない。我々がもう一生懸命直してもうまく調子が悪いと直す、はい、あるいはまたやった結果がうまくないと、はい、そういう時に限ってね、ものすごくそのまあ早話がね、まあ、世間でいうその本田さんが治ったとか腫れたとか棒で打ったとかっていうことはね、そういう場合に起きるんですよ。コブができてね、夜寝てるとこっちコブができて、こっちやってもこっちにコブがあって両側にあって。総一郎は30歳を過ぎて高等工業学校に入学している。体で覚えた技術だけでは彼の直感的な発想を形にすることが難しかった。現場で培った技術に理論的裏付けが加わり、やがて総一郎は職人から真の技術者へと成長していった。かくして昭和23年本田技研工業を設立する。総一郎41歳の時であった。三重県鈴鹿市、ここに総一郎が初めて自分の手で作ったオートバイが保存されているという。F1 日本グランプリ8時間耐久レースなどで知られる鈴鹿サーキット。本田さんが最初に作られたバタバタっていうのがあるんだそうです。バタバタです。楽しみですね。見てみましょう。こんにちは。どうも、阿部正司です。失礼。おー、あーこれ、あ、フュエルタンクが湯たんぽなんですね。本当に通称バタバタ。オイルタンクをガソリンタンクを湯たんぽに出した、フュエルタンクはアルミものなんですよね。で砂で出すなら漏れちゃうんですよ。それで間に合わなくてですね、エンジンはできたんだけどもテストできないと。で従って本田社長はうちから俺持って行って、じゃあ俺で俺出す走りゃいいじゃないかと。で、お前また湯たんぽを取る。自転車のペダルをそのまま利用したスターター。製作から45年の歳月を隔てバタバタが走る。その名の通りバタバタとうるさい。しかし手放しにはしゃいだであろう総一郎の姿が容易に想像できる。バタバタから3年、総一郎は東京に進出。当時の東京は就職難とはいえ、生まれたばかりの小さなオートバイメーカーに入社する者などいなかった。そんな時、職案の紹介で一人の青年が総一郎の会社にやってきた。そこの飯田橋の職業安定所に職求めに行きましてね。で何回か、通ってるうちにたまたまこの本田健という会社が人を募集しての知ったということですね。全く私は本田健という会社は知らなかったわけです。そういう就職難の時代でどこの会社にも何百人何千人が押しかけてるのに、本田には私一人だったということですか。いかに無名の会社だったかということになりましょうね。東京に進出して1年、総一郎はニューモデルを発表する。僕の友達がね、お前夢のようなことばっかり言って考えているからドリームとつけたらっていう話もあるし、でそれを心に置いておいて、うちの若い人たちに話して、名前はドリームとつけるのどうだなったら、うん、それはいいだろうと、夢があることはいいことだと、でそんじゃあそれにしようと、んでドリームと名をつけて、ドリーム号 E 型。当時これを買った青年の一人に後のモータージャーナリスト三本和彦さんがいる。そうですね、あの方と初めてお目にかかったのはね、私はホンダドリーム E という誠に不始末なね、それをね中古で七流れを買いましたね、はいはい、乗ってましたが、まあよく壊れましたね。こんなところが壊れるかと思うようなところが壊れるんです。壊れちゃうんです、それでもうトラックの後ろに積んだりですね、それから不始末になったオートバイをエンジンをかけては押しながら持っていくわけなんですよね。で持って行ってね、また壊れましたって言うとね、そこを、一番年笠らしいおじさんが通りがかりましてね、何か不始末ですかって、いやまたこの後ろのフォークが折れたんですって言うと、またですかっつってね、本当に申し訳ありませんって言って、こう丁寧にお辞儀する作業服のおじさんがいましてね、それであんまり見たことないおじさんだけど、あれ何って聞いたらね、あれ本田総一郎なんです、うちの社長です。この次に作る車はきっと壊れないものにいたしますからっつってお辞儀をするのにはね、妙な感じでしたけどね、ひょっとして
この人会えなくなるかなと思いましたね。ドリーム号を世に出した総一郎は次にアメリカへ渡り、とてつもないことをしでかすのである。この番組は日本船舶振興会、ラスキンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。高齢化社会を考え、老人福祉活動を支援します。日本船舶振興会。ダスキンモップはフェディ、ダスキンモップはフェディ、フェディ、フェディ、ダスキンモップはフェディ、ダスキンモップはフェディ、フェディ。電話だよ。色も形も新しいダスキンフェディは独り立ち。100番100番フェディと一言。ここに本田宗一郎さんが海外の工場で見つけた大変重要なものがあるんです。昭和27年、本田さんが好奇心の塊となって海外を飛び回った時のことなんだそうです。それでは行ってみます。宗一郎が異国の工場で拾ったものは一つのネジだった。このネジがそんなに重要だったんですか？そうですね、これはもう日本ではもう工業界ほとんどこのネジに変わってしまいました。前はですね、マイナスネジを使ってたんですけど、締め付け関係にですね、非常にですねスピーディーなですね、前歯量産ができるということがですね、このネジには秘めてあったわけですね。プラスのネジを海外の工場で見つけた時は、本田さんもうお喜びなさったんじゃないでしょうか、ね、だからその辺をですね、量産化するというふうにですね先を考えたということはですね、非常によく先を見て、まあ天才的というかですね、ちょっと我々もその時点ではもう凡人ですから、ちょっとわからないですね。ネジ一つに象徴されるように、昭和20年代、日本とアメリカの工業力には圧倒的な差があった。宗一郎がドリーム号を完成させる25年も前に、フォードは自動車の大量生産に成功している。渡米した宗一郎は技術格差に愕然としながらも、好奇心の目をいっぱい見開いて、いくつもの工場を視察した。バーンズ社もその一つだった。ここはシカゴ近郊にありますロックフォードという町のある工場です。1952年、本田宗一郎さんはこの工場を訪れました。さまざまな工作機械、一つ見るたび、一つ触れるごとに宗一郎の夢は膨らんでいった。そして資本金600万円の会社が4億5000万円の機械を買ってしまったのである。宗一郎はなぜ無謀とも思える買い物をしたのだろうか。本田宗一郎の研究で知られるジャーナリスト梶原和明さんはこう語る。一通りオートバイというものがね、オートバイ部分が浜松を中心に置きましてね、日本全部で全国で200何十社乱立しちゃうわけですよね。それでその中からね、その一つ群を抜いていくということになると、新しいね工作機械で新しい方法で部品作らなきゃダメなんですよ。それじゃないとトンカンやってたんじゃとてもダメだと。まして、日本だけで日本を仮に制覇したとしても、世界のオートバイのレベルから、例えばイギリスにアリエルとかノートンとかね、その当時素晴らしいとされてるオートバイがあるわけですよね。それと本田健の車と比べるともうおもちゃみたいなもんだ。でも部品が全部手作りなんですよね。それで、そうして工作機械を使ってやらなければヨーロッパのオートバイメーカーにはとてもかなわないと。工作機械の代金4億5000万円、払えるあてはこの時まだなかった。当時本田宗一郎さんはこちらの機械を見て大変感激され、高額な工作機械を買ったということなんです。ある意味ではこちらの工作機械なくして今の本田はなかったと言えるかもしれませんね。買い込んだ工作機械を使いこなせる技術者は少なかった。
当時入社したばかりの小池さん、使い方は分かったのだろうか。分からないですよよく待ってる工場に来られる人でしたから、来るとその機械のところに来るわけです。ところが動いてないと怒鳴られるわけですよ。どうしても動かさないんだと言ってですね、そういうこと何回も続いたもんですから、皆さんは操作の仕方分からないと。そうですね、本当の一部その実際やっておる人たちしか分からないですね。カフェ行って動かさないと怒られると。怒られる。それどうしたんですか。ですから親父が来たっていう情報が入るわけですよ。そうしましたらね、もう空運転やるんですよ。とにかくスイッチ入れましてね、ガラ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 って回してるんですね。で回してますと、お動いてるなって言って喜んでですね、それでさーっと通り抜けるわけですよ。ともあれ、導入された本邦初の大型工作機械がその後の総一郎の躍進に大きく役立ったことは言うまでもない。その当時の総一郎に痛快なエピソードがある。外国人を行きつけの料亭に接待した時のことである。総一郎の人柄を如実に表した出来事を、その時その場にいたおかみさんは昨日のことのように覚えていてくれた。ご機嫌で、まあ、私たち芸者になって行ってて、ワイワイ騒いでいた。でのジョボンとして帰ってきたわけ。どうしたんですかって聞いたらね、あの通訳の方がえらいことになったって、食べられない中で次の日ね、と落としちゃった、うん、でどこ落としたかったらトイレだっていうのよ。いや困りましてね、みんなが、はい、それは困るでしょう、うん、それでもその方はやっぱり本田さんに最初の頃ですからお大事なお客様だったんでしょう。いや困ったなって言ったら本田さんいなくなってんのよ、ね、あれどこ行ってやったんだろう社長はってね。そしたらね、その時ね、あの昔のトイレですからね、汲み、はいはい、取りが横に出てますね、田舎の人がこうやって取るね、はいはいはい、でそのところでね、それでも紙がない時です。その時はね、はい、もうトイレット、はい、新聞がほら、はい、トイレ使いますでしょ、はいはい、で上乗っかってた、上ポンと乗っかってたらしいの。よかったね。それで汲み取りが、それでね、汲み取りがからね、あの本田さんが取ったと思うんですけど、そのまああのなんとか棒かなんかで取って、板端でジャブジャブ洗って、うん、それで綺麗に洗ったんでしょう。それはでもね、にうんちはついてないけど、トイレお茶入れ場を洗ってお口入れて、おかぐらの真似して踊って和やかにするっていう時、私すごい人だと思った。本田さんが自分の口に収めてやったんですよ。それで合わないんですよ、あの人歯が大きい、ね、あの、ね、本田さんいくら大きくたって外人さんの人合わないでしょ、ね、だからちょうどおししまいみたい、こうやっても、うん、それで踊ったらみんながわーって言ったし、一番喜んだのはその外人さんと通訳さん。大量生産の設備を構え世界に目を向けた総一郎は、昭和29年の第1回モーターショーで自信作ジュノー号を発表する。斬新なデザイン、業界の話題を独占した。ところがこのジュノー号こそ高い、重い、壊れる、後に総一郎最大の失敗作と言われる欠陥車である。狙いは画期的だったんですけども、乗用車の高級車狙ったようなね、狙いは良かったんですけども、結果的には最大の失敗作じゃなかったかなと。売れば売るほどクレームの種になって、今でいやクレームですよね。もうボーナスがもらえなくて、それで総一郎さんも三河幕の家に立って勘弁してくれというような話がありましたよね。来るものが来たねという気だったですね、私らは。この失敗が総一郎苦難の始まりであった。工作機械の代金4億5000万円、とても支払える状態ではなかった。さらに折からの不況によって、庶民はオートバイという贅沢品から離れていった。ヒット商品だったカブ F 号も在庫がダブつき、総一郎は危機に立たされる。いやだから足でも潰れんじゃないかなという感覚は何人か持ってたようですけどね。借金、欠陥車、不況、三重苦に見舞われた総一郎、人生最大の苦境であったに違いない。しかしここで彼はひるむどころか、壮大な奇策を思いつき、一つの宣言書を発表するのである。その宣言とは、始めた。私たちは
女性の美しさを知っています。健翔園グループ。こんにちは、おばあちゃん。来たかい、さぬき福ちゃん。私とも子よ。はいはい、さぬき福ちゃん。幸せとはさぬき福かもしれない。大阪日本橋電気の二宮、岡山本店、ドーンとビッグなスケール、安さとサービス品揃え、二宮岡山本店で待ってます。この画期的な洗剤サーフ2ならこんなに真っ白、透き通った洗い上がりです。サーフ2はまず洗いの段階でパワーを発揮、さらにすすぎでも独自の洗浄パワーを発揮。新配合の有機アクアテックがすすぎの水と一体になって、さらに汚れを引き出します。洗いでパワー、すすぎでパワー、サーフ2。透き通った洗い上がりです。窮地に立たされた総一郎が意を決した宣言がここにある。宣言、我が本田技研の使命は日本産業の啓蒙にある。TT レースに出場、優勝するために精魂を傾けて創意工夫に努力することを諸君と共に誓う。右宣言する。総一郎が三重苦からの脱却を狙って放った大胆な試み、敗戦から10年足らず、日本の技術が世界のヒノキ舞台においてどの程度戦えるものか誰一人知り得なかった時代であった。総一郎が出場を決意した TT レースとは、イギリスのマントーで行われる世界最大のオートバイレースである。もちろん日本車の出場はかつてない。このレースでの成果はそのまま優れたオートバイとして全世界にその名を広めることとなる。まさに好機と総一郎は言った。しかし日本のバイクと世界のバイク、勝ち目はない。なのになぜ総一郎はこのような宣言を出したのであろうか。それで本田総一郎、困った時のレース頼みっていうのをやるわけです。それでね、なぜかっていうとね、本田技研っていう会社もは特別にその傾向が強いんですが、自動車会社っていうのはね、大体車が好きで会社入ってくるやつが多いんですよ。あるいは砂糖会社にね、砂糖が投げたいからって言って入社する人いないんです。これはね、自動車会社の特権なんですよ。なるほどね。自動車がおそらく本田技研の場合はね、99% ぐらいが自動車車好きで、給料遅配の時代でしょ。だからマントルレースに宣言するんです。そうすると従業員はわーでしょ、社長給料いらねえよなんていうようなことになっちゃうんですよ。そして総一郎はイギリスマントー視察へ旅立った。初めて見に行ったわけですよ、あの TT レースを。それでびっくり仰天したということですからね。そのこんなにその現在のそのホンダの技術のと向こうの技術の差があるということをつくづく自分で目で確認しましてね、びっくりしたっていうんですから。会社の期待を担って初めて TT レースに出場した当時の社員レーサーを訪ねた。このオートバイはマントーレースに出たんでしょうか。こんにちは。あら、失礼します。どうも失礼いたしました。どうも。あ、お店の中にいらっしゃるのかと思いまして。どうもどうも。このオートバイ、はい、ね、こう歩いてきまして、すごく目立ったんですが、はい、それはそれは、はあ、これはもしかしたら本当の TT レースに出た、はい、いや、TT レースとは、はい、そうじゃないですか。 TT レースはこちらですか。はい、こちらですか、はい、はあ、これもしかして、はい、私です。車を出来上がるまでは本当にあの親父と一緒にですね、毎日毎日もう親父が出場宣言を出しますね、 TT レースの。それを出してからというものは本当に毎日徹夜で車を作りました。車はある程度できまして、その車を東大の風洞実験とかに持っていくんです。それから前から風を送るわけです。あ、はい、ちょうど走ってるのと同じような状態ですか。はい、はい、雪が降ってる時でも、要するに夜中の10時だ11時だまで、本当にあの寒いっていうもんじゃないんです。風はもう暖房じゃないですから、
そのままの風を送ってきますから、で、まあ、表が雪が降ってる時でもそうやってなんとか速い車を作りたいと、はあ、向こうへ着いたらもうエンジンからもう車体からサビだらけなんです。はあ、ですからブレーキドラム、ブレーキドラムなんか車輪が回らないんです、錆びてて。これがレースに出るというのに。はい。昭和34年、念願の初出場にして入賞を果たす。そして驚くことに、その2年後、宣言からなんと7年後に総合優勝を成し遂げる。TT レースの制覇は、オートバイの世界を制覇したとも言えるものだった。日本に帰ってきた時、はい、本田宗一郎さんはどうですか？羽田に迎えに来ていただきました。なんとね、本当にご苦労さん、本当ありがとうと言って、社長の顔はやっぱりまだ忘れることができませんね。レース参戦、さらに総合優勝、宗一郎の思惑通りに全社員の士気は一気に高まった。それまでホンダなんてどういう会社なんだよと、馬の方にも分からないような会社行ってやがってと言われてたんだけど、だからそういう意味でね、非常にこのタイミングでいいね、非常にこの全体のムードっていうのはやはり引き合わせですね。ちょうどその頃、あの月光仮面も乗っていたスーパーカブを発売。 TT レースで企業危機を乗り越え、スーパーカブのヒットにより完全に立ち直る。改良を重ねながら現在に至るまで売れ続けるこの超ロングセラーバイクが、ホンダの高校息子とささやかれるゆえんである。宗一郎には彼を陰で支えた名参謀がいた。藤沢武雄、良きパートナーである。藤沢と私は、ご承知の通り、金もなければ何にもない、二人とも命があっただけでございます。結ばれた時はどうかといえば、私が金に疎くて、で、藤沢がうちへ来てくださって、じゃあ俺が金取るというような話、それっきりの話で、約束もなければ何にもない、縁もゆかりもない二人でございます。高度経済成長の円熟期、ようやく日本でも自家用車が広く一般に普及し始めた。勢いに乗じた宗一郎はさらなる夢を追った。四輪車への進出である。しかし当時国会では新しい四輪メーカーを制限する法案が提出されていた。にもかかわらず、宗一郎は四輪への進出を押し通すのである。元通産省官僚は当時を回想する。はじめまして。まだまだ日本の自動車工業っていうのは世界的にもね、ひ弱な工業社会、工業会だったんです。だからなるべく国内のですね、そういうメーカーの力を結集する必要があるんじゃないかっていう議論が政策的には通産省の中にありましたね。本田さんはあいたちの人だから、バンバン記者会見かなんかでですね、とにかく大いにやるやつがやっていけばいいんで、ダメなやつはダメなのに決まっとんだから、うちはうちで世界中やってみせると、こうまあバンバンおっしゃるでしょ。まあいけるのかねっていう感じはみんな持ってたんでしょうね。宗一郎はここでもまた意表をつく。スポーツカー S500 を発表、注目を集めるため一大キャンペーンを張った。 S500 価格当てクイズ、応募総数は570万通を超え、世間の話題をさらった。幻の名車とも言われた S500、 現在公道を走れるものは5台しか残っていない。実は安倍常時、かつて S500 の第1号車を所有していた。 S500 を見せていただきたくて参りました。そこの下のガレージに入っています。39年、ああ懐かしい。あれ、雄弁であるはずの小説家はしばし言葉を失った。 S500 に惚れ込んでいた彼の胸に去来するものは何だったのだろうか。いや、これが僕が初めて買ったホンダ車です。素敵でしょう。強引に参入した四輪業界、後発の企業にとって独創的な発想が不可欠だった。宗一郎は FF、 つまり前輪駆動を採用した。今でこそ居住性、直進安定性などから主流となった FF 車、当時は極めて珍しかった。
元技師長はこう語る。本田さんの一番基本はですね、お前リアカーでも荷車でも見てみろと、後ろから押すのと前に引っ張るんじゃどっちが安定してね動かせるかって、やお前前で引っ張るに決まってんだろうと、だから前がいいはずだと、ここが基本なんですね。理論的にこうなるということじゃなくて、直感的にこれはねこっちじゃないかってこういうのが、ね、当たることが結構多かったですね。そこが非常に彼のね素晴らしいところだと思います。総一郎の奇抜な発想から生まれた N360 はデビュー3ヶ月にして軽自動車のシェア第1位に躍り出る。総一郎の夢は果てることを知らない。東京オリンピックの年、彼は壮大な目標を掲げる。昭和39年 F1 参戦宣言。かつて TT レースで世界の二輪界に名を馳せた経験が総一郎の脳裏をよぎる。自動車レースの最高峰である F1 は後発の四輪メーカーを世界的に認めさせる絶好の舞台であった。総一郎は中途入社した一人のエリートエンジニアにその夢を託した。私はそのオートバイだけのホンダだったらあんまり興味なかったわけです。でいきなり大安さんにですね、あの四輪もやるし F1 もやる気があるかと。その大安さんがですね、まあ、その時の ご返事でできるかできんか俺には分かんないけど俺はやりてえやとおっしゃったんでですね、よし決めたと。総一郎の意気込みと優秀なスタッフによって翌年メキシコグランプリ初優勝。総一郎の築いた会社はこの日から世界の注目を集める企業になっていく。どんな苦しくても逃げてはならん。お客さんにはとにかくお金、高いお金を出して買っていただいて、それで怪我させたなんていうのはこれは一番不道徳ですよ。僕にやするは責任重いですからね。だから責任重いから我々がその一番危険な責任を負っていろいろなものを解決することをしなきゃならんはずですね。そういう意味においてレーサーをそういう見方をしていただけると非常にありがたいんです。それを逃げているんだったら私は自動車やめるな。しかしまたしてもピンチが訪れる。アメリカマスキー議員による排ガス規制、つまりマスキー法の施行である。その矛先は主として自動車業界に向けられていた。自動車から吐き出される排気ガスの規制値、当時この基準を満たすエンジンは世界中どこにも存在しなかったのである。マスキー法は日本の自動車産業にとっても甚だ憂鬱な課題であった。そんな中総一郎だけが意気健康だった。公害問題の前には世界の巨大企業も日本の弱小企業も条件は対等、同じスタートラインに立ったわけである。絶好のチャンス到来。ライフにジャッコー、お求めはご覧の薬局でどうぞ。ねえパパ知ってる？くるくる回るレインボータワーの横に大きなホテルができたんだって。窓からは瀬戸大橋も見えてご機嫌なんだよ。今度のお休みはレインボータワーとホテルに連れてって、約束よパパ。新生児の場合特に肌に優しいおむつを使ってください。股のギャザーにも、柔らかい、おへその周りやテープにも。私は優しいおむつがいいと思います。新生児用はウルトラムーニー。おかげさまで産院審判は30周年を迎えます。遊びの達人はきっと暮らしの達人です。これまでもこれからも産院審判。ひまわり、青空、ケンタッキー、お盆に、おかえり、北に仏壇八島金閣寺ビル新築オープン記念、今回限りの大特価セール、ただいま全店で開催中。お盆のお仏壇は北に仏壇で、今回限りの特別価格ですよ。総一郎は独特のやり方で苦境に立ち向かう。世界中が自動車の排気ガスで困るぐらいなら、我々は世界中からいろんな知恵を借りて
今まで車を作ってた、それを世界中に買っていただいてた、今度はお礼をするチャンスかもしれない、このぐらいができないとどうする、できますって言ったのはあの人だけだったですね。一番優しいものから手をつけない、一番苦しい仕事を最初にやり遂げて、メニュー以外のアイデアを出すことによって発展して現在があると思うんです。よそのものと同じようなことをやったんじゃよそと同じなんです。永久に大きくなりっこない、自分のアイデアでそうやって仕事を成し遂げるとは喜び、これが真の私は喜びだと思うんです。昭和48年シビック CVCC 発売、排ガス規制をクリアした抵抗会社である。F1 のエンジンっていうのはいかにしてガソリンを多く食わせるかっていう研究なんですよ。なかなかガソリン食わないんですよ。もっと食わせたいためにはどうすればいいかと、その裏返しは食わない理由が分かっちゃってるわけです。それを省エネルギーの省エネのエンジンの開発にそのままできるわけです。世界の自動車会社の省エネに対する取り組み方と排ガス対策っていうのと全く違う方向からアプローチ、これがホンダの天才たるゆえんですよ。シビックに積み込まれた新型エンジン CVCC、 F1 技術から抵抗外エンジンが生まれた逆転の発想による産物だった。総一郎は世界に先駆けて抵抗外エンジン車を作り上げたのである。埼玉県の和光市にあるホンダ技研の研究所にやってきました。ここは生前本田宗一郎さんがよく毎日のように来て研究をしていらっしゃったところです。ここにシビックを作った木澤さんという方がおいでになると聞いてやってきました。木澤さんも同じ技術者として、宗一郎がいかに車を愛していたか肌で感じていたに違いない。お宅を出られた時に今研究所に向かったよってこう、まあ、空襲警報が発令になるそうすると、まあ、30分ぐらいで来られるわけですけど、ね、でここを開けて入ってきますね、はい、でここでまずやーってこうやるわけですよ、みんなこう汗してるからこういい顔してるんですけどね、なんかこういろいろ自分で気にかかったことがあって来てる時にはもうこう入った瞬間にあの誰呼べってこうなっちゃうんです。ほう、でもそこからもう顔が違うんです。あれ本当に怒るときは怖かったですね迫力があったんですか。で怒るときはよくお前は可愛いから怒るんだって子供なんかに言うじゃないですか、はい、でお父さんに聞いたらそうじゃなくてやっぱ怒ってるときにはお前は憎らしいんだって、本当に憎らしいから怒ってるんだってこう言うんですね。だからそれがちゃんとうまくいかないと、可愛いから怒るなんてことはありえないんだって言ってましたよね。人の前では大変こうまあいい優しくていい顔してるけども、きっと一人では考えてあれはどうやったら解決するかっていうことはやっぱり自分なりに考えたことはたくさんあったんだと思います。でしょうね、きっとそうでしょうね。要はそうやって木澤さん、あの本田宗一郎さんを語るときにあなたが本田宗一郎さんが好きだったってのは分かりますね、伝わりますね僕に。そうですかね、いやみんな僕だけじゃなくて本当にみんな好きだったんじゃないですかね、怒られた連中は。やっぱりそういう魅力があるからみんな好きになるし、まあ、それだけのことをやってこられたんだっていう気はしますですね。経営者でありながら一技術者であることに生きがいを感じていた総一郎、その思想と発想は現在のホンダ社に生かされている。さらに様々なレースシーンで活躍するホンダエンジンにも確実に宿っているようだ。総一郎の人柄はアメリカ工場でも知ることができる。総一郎がかつて工場を訪ねた時のエピソードを工場長が語ってくれた。私たち工場の従業員は全員が列を作って並んでいました。本田さんはそこをカートに乗って一人一人全員と握手して回ったんです。奥さんが本田さんのベルトをしっかり掴んでいました。本田さんは立ち上がってみんなに向かって手を振ったり、帽子をこんな風に振ったり、それでこう言うんですよ、もっとゆっくりゆっくり走らせんか。本田さんのことは一生忘れません。一番素敵な思い出なんです。順風満帆の中、
総一郎は創立25周年を迎えたその年に自らに大きな決断を下す。お手手のシワとシワを合わせて幸せなむ宝仏壇はいわさ仏器堂。いわさ仏器堂ではただいまお盆特別ご奉仕会開催中。約束せずに別れたけれど、また明日会える。合わせスープが新しい焼き豚ラーメン、美味しい。スーパーカップから。シック FX プラス、曲がる2枚刃シック FX プラス、スムーザーがついてさらに滑らか。曲がる曲がる曲がる、シック FX プラス。幸せだったらパンパンパン、幸せだったら。幸せを呼ぶ藤子の福豆シリーズ。幸せだったらパンパンパン、藤子から。待ちに待った笑顔の日、その日のためとその日からのために、出産準備とベビー用品は宝冠町子供屋ステップセブンへどうぞ。ネスカフェ入れたての冷え冷えが一番だ。アイスネスカフェエクセラ。こんにちは、加山よしこです。お客様で賑わっていますね。いいものに出会うと心が安らぎます。私もおすすめします。お仏壇は中原三宝堂へどうぞ。高校生諸君 OHK 専門学校ビデオガイドがついに誕生。1000名様にプレゼント。お申し込みは完成はがきに住所、氏名、年齢、学校名、進学希望分野を書いてご覧のところへ。ホンダの文字は世界中で目にすることができる。メーカーとしてもさることながら、世界のモータリゼーションの発展の中で総一郎の果たした役割はあまりに大きい。しかし彼は決断する。それは突然の決意表明だった。昭和48年ホンダ総一郎引退、66歳の早すぎる退陣だった。昼飯を食べながらお話しした時に、もうそろそろ若い技術者も随分伸びてきてるように思えるんでね、そろそろ本田技術研究所の社長もバトンタッチされてはいかがなんですかねっていう話をこうした時にね、もう一瞬に彼はね、なるほどそうだと、俺は今日すぐ辞めるよとこう言われましてね。いや今日すぐ辞めるって言ってもやっぱ会社ですから、その総会とかなんかの技術もあるんで、そう言われちゃ困るって言うんでね、むしろ私のが慌てたことがあるんですね。総一郎は社長の座をあっさりと退く。常に彼をバックアップしてきた良きパートナー藤沢武夫とともに潔い引退であった。二人はこの日限りで現場を離れたのである。総一郎と藤沢は一族を決して会社に入れなかった。もう藤沢武夫と出会ってすぐにね、2人の自分たちの欠陥に気づいたわけですよね。自分たちはね、決してね、肉親の情を断ち切れるものではないと。そうすれば、もし俺が自分の肉親を会社に入れれば、俺はそれをどうしても心情的に厳しく当たれない。俺たちがね、子供入れたら会社めちゃくちゃになっちゃう。俺たち元も子もないじゃないか。自分たちのためですよ、あれ。引退から10年、総一郎は久しぶりに社員の前に立った。私も怒鳴ってばっかりした間にこんなにみんな立派になったかと怒鳴りがいがあったなという感じ。おそらく私が生涯のうちで夢にも見ないことでございます。こんなになるなんてことはとんでもないこと で、これは誰が見ても知っている人でありながらよその人のような感じが、まさしく昔で言えば狐につままれたということで、これからも新社長を迎え、まあ旧社長の川島もええ加減であったが、私は
なることになってるんだから社員がそこでしっかりしてもらわんと危なくてしょうがない。それをお願いいたします。一郎の素顔を知る人々は彼の人となりをこう証言する。ああいう人柄ですからね、こう患者さんが来ますとやっぱり本田さんを見ますとねすぐ分かりますよね。ニコニコしてますからね。私あの本田のオートバイ以前乗ったことあるんだとかね、こううちの会社で本田の車使ったことあるんだとか、そういう話をしますとねもう嬉しいんですね。もうねこう床に座ってねありがとうございましたっつってお礼を言うわけですね。まあそういう企業のトップの人なんかいないでしょ。大勢芸妓さん呼ぶでしょ、そうするとね専務がね藤沢さんが、おいおいおいちょっとあそこに財布あるけどあれ持ってこいよ、でその本田さんの上着から、上着のポケットから藤沢さんが言って私たちがお財布出してご自分たちで遊ぶときは絶対ご自分たちのお金、会社一銭も請求させない、ポケットマネー、ああいうとこ今ないですよ。あの人もまあ技術屋さんですからね、こうなんていうんですかね、右の手と左の手ちょっと違うんですよね。僕らももうこちらは包丁持って包丁だこなんで、こちらはいつもこう水に浸かってますからここからこう色が違いますね。本田さんなんかもこう潰れてんですよね。手の傷一つ一つはそのまま総一郎の歴史だった。ハンマーで潰れた指も霧で開いた穴も彼にとっては勲一等よりも嬉しい勲章だった。明治生まれの男は自由に生きることのできる民主主義が好きだった。学歴も生まれも無関係に知恵と能力で生きていける環境が好きだった。本田宗一郎は偉大な経営者であることより一エンジニアであることに何よりも喜びを感じた。引退後も工場へ足を運んでは若い技師たちの仕事を見て回っていたという。わからないからいいんだね。僕がねこの年になっても今の若い人たちがねやってることがわかるようだったらうちの若い連中はボンクラですよ。俺にわかるような車っていくつだったらもう古い車であるんです。で僕がこれどういうわけだどういうわけだって散々聞いて、この間も散々聞いたらうるさくなったと見えて親父に言ってもわからないよそれなかなかだって言われちゃってねいいですね、立派な返事ですよ。僕のわからんことをやってるから私は嬉しくて希望に燃えているわけです。やはり笠井こうやってあの、本田宗一郎さんっていう方を思い出してみると素晴らしく魅力のある人ですね。そうです ね、大会社の社長さんになっても、まだ気さくな部分が随分ある方ですね。そうですね、だから、なんていうのかなこう名誉が欲しいとかあるいはこう非常にこう、物欲というかなんかそういうものが欲しいとかいうよりも、一技術者でいたいっていうのかな、で社長だとかなんとかっていうふうなこう名前なんかどうでもいいというような人ですね。そうですね、あれだけ大きい9万5千人の、大会社トップでありながらもいまだにあのインタビューしますと親父さんというみんなはそう言ってますよね。工場の頃のムードを持ってるんですね。でそれが今のホンダにも残ってまして、例えばアメリカホンダ行っても社長室がない、まあ、あったから悪いってわけじゃないんだけども、そんなものはいらないっていうか、やっぱりそういう魅力があるから、だから本田さんの周りに総一郎さんの周りに素晴らしい人たちが集まってきて本田っていうのを作っちゃったと。こうやって言いますと、一台でそれだけ作り上げたの分かるような気がします。そうですね、だからいい人がいい人のところに集まってくるという感じがしますね。皆さんはどうご覧いただけたでしょうか。それではまたお会いしましょう。来週の好奇心は新シリーズの登場です。皆さんご存知、北島三郎函館の人、この名曲のイメージを追って函館の魅力を余すところなく描き切ります。はい、 OK です。雪を降らせなきゃダメなんですよ、あそこで。そうちゃんの命を受けて葛西は走る。夏の味覚も満載してお届けする名曲映像課題作戦函館の人。そうちゃんは意外にも厳しかった。もうダメだったらもう一遍飛ばしますよ。金ちゃん亭のきつねと天ぷら、生タイプだからできたピュアな美味しさ、新麺類生タイプ金ちゃん亭きつねうどんと天ぷらうどん。
笑いと涙の人情喜劇裸の大将を8月26日津山文化センター、27日香川県民ホール、28日岡山シーモーニングホールで公演。入場券のお求めはご覧のところまでどうぞ。 FNS 1億2000万人のちびっこクイズ王決定戦。全国の難関をくぐり抜けてきたちびっこクイズの強者たち、実力と根性で日本一を目指す。これこそはちびっこクイズ王。金曜夜7時半。動物園から、日本から、戦争から逃げ出すんだ。愛する動物たちよ、あの戦争の悲劇を忘れてはならない。14日夜9時3分、象のいない動物園。今週のファミリースペシャルは、若手から最長老まで珍芸奇芸面白芸が大集合です。爆笑面白珍芸保存版パート2。暑さを吹き飛ばすには笑いのが一番。さあ、からそろって書いてくださいね。あんたも出てるの。OHK では番組を見て感想をお寄せいただく社外モニターを募集しています。ご覧の要領でこちらの宛先までどしどしご応募ください。皆さんのご応募お待ちしております。この番組は日本船舶振興会、ダスキンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。では岡山東映で上映中のスピルバーグ監督フックの夏休み映画鑑賞会を8月20日岡山東映にて川鉄関連グループの協賛で開催します。応募はご覧の要領で。F1 グランプリラウンド11 in Hungary 16:25 PM。売れてるうちに次の成仏。この辺なんだと違うとこやね。エビを加えてリフレッシュ、金ちゃんネギラーメン。 DDI スペシャル特別展、ゴータマブッダの生涯。2500年前のインドに生まれた一人の王子、釈迦。彼の一生を語るガンダーラ芸術の数々の名品。この秋開催。夢がある観音寺競輪入場口改修記念 S 級シリーズ日内灘杯争奪戦はいよいよ明日優勝戦の開催です。栄冠かけて繰り広げる熱戦にご期待ご来場ください。パラグライダーにかける青春を描いたドキュメント、新たな夢と出会いを求めて。放送は8月19日深夜です。お楽しみに。こんばんは、ニュースの時間です。今年7月に施行されたばかりの麻薬特例法が初めて適用されまして、コカインおよそ300グラムを国際宅配便